皆さんこんにちはというかね、もうこんばんはみたいな感じの時間帯ですけれども、お久しぶりです。こうやってですね、喋るのはお久しぶりです。生きているうちに楽しいことを、好きなことを、同世代応援 YouTuber かずみんです。2日間ちょっとイベントがありまして、ずっとね、ショート動画ばっかりになってました。イルミネーションが光ってます。ちょっとまだ薄暗い感じになってますけどね、明るく見えているかなと思います。2日間はね、晴れでした。昨日ね、お水やりができてなくて、今日の朝ね、本当はね、夕方にしたかったんですけど、朝にしたんですけど、あのパブパブっていうやつが見つからなくて、水がね、もしかしたら溜まってしまってるのもあったかもしれないです。あとは、風がすごくきつくって昨日、今日もなんですけど、でね、その辺のね、物がね、やっぱり飛んで、谷組みね、当たっちゃってね、これちょっともう見てもらったら分かるんですけど、これね、もう折れちゃったんですよ。 長いあの多肉っていうかシャボテンがね、折れちゃってて、あとはもう見てください、この砂が飛び散って、あのミラーもかぶってしまったんですよね。でね、多分こちらのね、剥がしの方もぶっ飛んでるのが多いと思います。でこの棚もね、ちょっといろいろ飛びすぎて崩れちゃってて、多分このね、上もブルンブルンと揺れてたんだと思います。これもね、でもうこの棚がね、乗っかってんのは大丈夫やったんですけど、乗せてないやつが全部下に倒れてて、ひどかったです。で朝まあ水やりをしたんですけど、今ねちょっともう薄暗くってなかなか見れないんですよ。でとりあえずね、こちらの方見てもらうと分かるんですけど、ここね、こうやってして日よけをねして、今日もちょっと風きつかったんでめくり上がってますけど、日よけをしてたんですけど、このラティスというか、このね、折りたたみのラティスがね、もう飛んでしまってて、で今日はちょっと軽く重り塩をつけたんですけど、そのね、ラティスの向こう側にいつものリースを置いておいたらね、この上にね、まともにぶつかってて、3分の1ぐらい打肉がね、もうえぐれてしまったんですよ。めっちゃ悲しい。せっかくね、根をつけられるまでね、置いておいたんですけど、でまあ、状態はね、どうもちょっと風きつくって、いろんなものがね、飛んでる可能性があるんですけど、札もね、軽く、こんな感じでね、札がね、飛び散って、多肉もこれ見てくださいよ、ずれてるんですよ。ほら、もう、ずれちゃってて、根っこがもう根こそぎこう、いかれてるというか、飛んでたんです。なので、ちょっと明日は、その辺付近を全部見て、飛んでる札とかを早めにね、刺さないと、名前がまだやっぱり全部覚えられてないっていうのもあって、これも見てください。これね、ちょっと見にくいんですけど、上から見ると。斜めにね、もう砂が、えぐれてるんです。えぐれてます。もう飛んでます。上の方は比較的大丈夫なんですけど。で、明日、その様子ね、また、谷パトをしたいと思います。本当に久しぶりのね、谷パト動画で。一応ね、順調に育ってますが、言ったかな、ちょっとね、やっぱりやられてたのもあります。長雨からの火が当たった状態でね、やっぱ濡れてしまって、いくつかねダメなのもあったんですよ。これも大丈夫かな、なんかね、日焼けしたのがあったりとかね、かなりショックでございます。はい、というわけで、詳しくはね、明日の朝タニパトをして、あと夕方ねあげたいと思います。イベント昨日と今日と行ってきました。大変たくさんの皆さんに、多肉植物を買っていただいてありがとうございます。でようやくね、庭の方もぼちぼちですけど、多肉植物も増え、お花も増え、本当に一角だけですけど、ここね、ここもちょっとまだここも直します。一角だけですけれども、オープンガーデン風にできるようになりました。まだまだね、ちょっとオープンはしないんですけれども、で皆さんね、多分心配していただいてると思うんですけど、音質ですね、音質を立てようということで、動画ね、まだ2回ぐらいしかやってないんですけど、今ね、お友達の農業の方にね、聞いていただいて、でちょっとね、農業されてる方なので、今ね、田植えでめちゃ忙しいらしくって、
もうちょっとねちょっとお返事を待ってほしいということで、あの多肉のですね、ハウスの建て方を教えてもらおうかなと思ってますんで、お返事の方もね、帰ってきたんですけど、あのちょっと今忙しすぎなんでもうちょっと待っていただけますかということで、待たせてもらっています。なので、多肉、ハウスを建てようというシリーズはねちょっとまだ当分の間はね、アップできないんですけれども、それまでにねやっぱり遮光をしたりとか、ずっとミニテントのミニ温室のままで置いてるので、明日、多肉ごとは、ミニ温室のカバーを外してで、遮光カーテンと雨よけのをつけてっていう作業をしようと思いますので、時間が余ったら、もう 半年にはならないのかな、やっぱり 3、4ヶ月過ぎてるので、ここのビニールシートの中の、草を刈って、畑にしようと思ってしているところをここをね耕して、で土をねまたね入れ直したいと思うので、そろそろお花畑にするか野菜畑にするかわかんないんですけど、それもね、やってみようかなと思ってます。今週は、週末にドールのイベントがありますので、またねそのことは動画にもアップしたいと思います。もうねちょっと薄暗くなってめっちゃ寒いんですよ。ずっとね10度ぐらいなんですよ夕方が。ありえない秋の中頃ぐらいの寒さっていうのかな。でね豚肉の方も紅葉してます。もう寒いんですけども、皆さんも体調を壊さず行ってください。はい、多肉ともね寒いとこで中でねする中、やっぱり風邪もひかないようにしてほしいと思います。そしたらまた明日、動画でアップしますので来てくださいね。おやすみなさい。